どうも皆さん、大盤です。栗です。こんばんは、大和です。どうも。やってきましたね。はい、またこの地獄の一日の始まりでございます。そうですね、はい、さあさあさあ、というかでね、前回ね、前々回を、はい、見てくれた方は分かってると思うんですけど、まあひどかったですね。そう、僕たち、はい、2人とも、ね、後半に引っ張っといて、何も起こらない。じゃあ大和さん、はい、じゃあ今日、はい、何を打つか、はい、じゃあ山さん言ってかけてください。もう、はい、今日はですね、なんとパチスロモンスターハンター月下雷鳴、うわお、はい、こちらを打つことになりましたけれども、まあまあこう、はい、去年から大活躍されてる台の一つ。そうですね、まあ、人気台なんで、まあ、未だに根強い人気がある台だと思う、うん、ただまあ、この5の1、2、3、4、5、5、5のビンゴ、はい、まあ、多分これを1列でも引けば、うん、オッケー、なるほど、うん、はい、累計50頭討伐ってますよ。時間考えろって話、朝までに俺ら終わりたいって言ってですよ、はい、そう、盛りだくさんですね。いや、かもしれない。盛りだくさんですね。してやったみたいな。はい、じゃあそれでは山さん、はい、模範結果行きましょう。行きましょう。帰りましょう。帰りましょう。一応深夜は、はい、設定6で、両方とも、両方ともやってやる。いいですよ、はいはい、山本さん、あ、アブラコトルでしょ、で、はい、僕裏眼筋を今、はい、投和すれば一気に、いや、もういけるんですよ、はい、ただこの列の、はい、ソロ討伐が僕引っかかってるんですよね。そうなんですよね、僕見たことないですよ、あんまり。おお、来た、リベンジリベンジ。アップルポッカー、いいですね、なんか、はい、前回よりはなんかね、希望が全然あります。これでかいですよ、V 破壊してる分。あ、なんでだよ。でも大丈夫だと思います、僕多分、はい、うん、大丈夫じゃないっす。もったいな。でも、はい、歌が流れてたので天国は、そうです、次回天国だっだと思う。あ、まあ、次回天国なんで、あ、やったやった。ほら、だからこれ入れといてよ。